はい、こんにちは。こんにちは。平久根石川です。アプトンです。はい、今回はですね、面白い釣り具見つけたようなコーナー、やったー、過去視聴者さんからのコメントをいただいて、それを参考にさせていただきましたバージョン。ありがとうございます。ありがとうございます。今ね、この中に釣り餌が入ってます。うわー、ちょっと待って、ここ結構目立つから恥ずかしい。ここじゃん。はい、ワンちゃん譲渡。あ、これ俺知ってますよ。そうでしょ。これあれじゃないですか、ポケベイト。ポケベイト、ポケベイトですよね。ポケベイト、まさにポケベイトだけにポケットから出すっていうところやりたかった。それで突っ込んで欲しかったよね。ポケベイトなんですけど、以前まっちゃんが実況レビューを記事の方でしていただいてるんですよ。そうですね、うん、でもなんかパッケージとか変わりました。そうなんだよね。そもそもポケベイトって、うん、なんか蚊取り線香みたいな形。そうなんですよね。そうですよね。渦巻きになっていて、でそれを自分で切って好きに使ってくださいねっていう製品だったんですけども、見てください、ジャッカルが切っとんか。はい、ジャッカルが切っとるんや。ジャッカルが切っとるかわからんけど、このグッドミールシリーズみたいな感じで、はいはい、手軽に釣り楽しもうみたいなところで、このヒロキューさん と、コラボをして出してるみたい。で、どんなものか簡単に説明をしますと、常温保存できて海川湖どこでも使える万能タイプ、天然素材で食品素材使用で環境に優しいと。かっこ沖網配合。はい、で対象魚に合わせて餌をちぎってセットしてください。浮き、はい、釣り、脈釣り、ちょい投げ釣りに最適ですと書いてます。なるほどね。まあ、常温保存ができて、でポケットにも入るようなサイズで、フラットどこかに行って釣りができますよっていう餌ですね。今回はなので、これがどのぐらい釣れるのかっていうのを2人で試していこうという感じでございます。はい、シンプルにいきましょう。ライトタックルにジグヘッドってやつですね。ジグヘッドですね。おもりハリポケベイツですよ。はい、おもりハリポケベイツや。あ、もう開けてるやん、うん、開けてる。俺も開けたい。あ、こういう感じになってるのね。あ、すごい小分けされてるよ。あー、いいね。しかもこれいいよね、パッケージがこう封しやすくて。あ、ちゃんとジッパーになってるやつやん、ね、じゃあ恒例の匂いチェックからいきますか。匂いチェックからいきましょう。はい、あ、就業剤の匂いが。でも、うん、きつくないですね。きつくない。エサクササーって言うとない。エサクササーって沖縄人で来たな、急に。え、そうっすか、皮膚。あ、結構ね、ボロボロになる、ね。ボロボロになる。ボロボロになった上にこうなっちゃった。下手くそか。子供の工作みたいになっちゃいました。ちょっとちぎりました。なんか材質的にやっとるやん。材質の話しようと思ってやっとるやん。材質的には結構乾燥してる感じよね。グミとかっていうよりはどっちかっていうとパサパサ系の感じですな。ちょっと触るとこんな感じで、手にパウダーがつく感じですね、うん、ついてる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 よ。乗らない、イワシがつついてた。来た。なんだ、おー、グーグーや。グーグー言ってるやん。おー、めっちゃ寄ってきた。結構引き強かったな。やったー。ワームの時とかよりやっぱ爪はいい。ワームって尻尾からかじるじゃないですか、うん、これ尻尾とかかじるとかじゃなくても食ってたもん。あ、全部。なるほどね。そこがワームと餌の違いかなって感じしますね。一魚種目、フグやりました。結構手がチョークっぽくなりません？そう、すごいですよ。結構ね、汚くなっちゃいます。匂いはね、そんなに気にならないからいいけど、結構粉粉するよね。粉粉、うん、あ、ジョンコナーではないですよ。まあまあ、早く殺されちゃうよ。あいつが来る。まあまあ、早く。はい、移動してきました、仕掛けをね、ちょっと変えてみました、はい、ジグヘッドがちょっと刺しづらい。なんか結構ボロボロなるね。ボロボロなるし、うん、なんかつけるのに時間かかっちゃうから、ちょっと針を小さくしてね、あの袖針って言われる小物釣り用ので、上にガンダム打って脈釣りスタイルでちょっとやってみたいと思います。どれどれ、袖針だとどうやろうね。つけやすいといいけど、どうか。やっぱ針が小さい分つけやすいけど、でもゴロゴロ崩れるな。なんか袖針とかだったら最後になんかギュッギュッギュッとしてもよさそうですね。そうそうそう、こんな感じでね、うん、あれも崩れるわ。が海水につけて練る前提でね。お、釣れた釣れた釣れた。あ、マジで釣れたよ、まっちゃん。何なんかわからんけど、おー、釣れた。念仏台だ。おー、念仏マン、念仏マン。そんな釣れるってことはもう餌なんでしょうね。餌やろうね、ちゃんとした。ありがとう。気強いよね、念仏マン。意外とやりおりますね。カラーポイントにお邪魔したいと思います。うい、すぐポイント取るない。
惜しい。しかしめっちゃ当たる。めっちゃ当たるよね。やばい。急になんか当たるようになってきた。急にめっちゃ当たる。なんかさ、同じ場所に何回も入れてるじゃないですか。うん。なんかこませしてる感じになったんですよね、少し。ゴロゴロ崩れるからね。そうそう。魚が寄ってくるんよね。そう。あ、来た。誰？あ、金魚マンか。やりー。あ、ね、うん、ジグヘッドはちょっとね、うん、相性があまりよろしくないのかなと。なるほどね。ということでね、アシストフックにも差をつけてます。ありがとう。やった。あ、アジ釣れた。アジやん。アジです。アジすごいっすね。アジすごくない？ねえ。やった。こんな日中で。これはワームじゃ釣れないっすよ。ね。これは。新魚種。おお、すごい。やった、新魚種ゲットです。スズメダイも釣れた。よくかかったね。かかった。やっぱ足元でちょんちょんとかして、うん、なんか魚釣りたいのは針ちっちゃい方がいいですね。ね、絶対そうよ、うん、フラット来てさ遊べるんやったらちっちゃい魚でも、あ、そうですね、嬉しいし、それこそ袖針と重り持ってたりとか、うん、ジグヘッドは意外と難しいかも ね。あのアクションしてる時に結構ボロボロって取れちゃうもんね。取れるからですね。待ちゃ。これ右巻きじゃ。待ちゃ、アジ釣れとるよ。やった。ほら。タックル取ってきたら釣れてた。ね。二人の釣果です。なんかアジも釣れることも分かったし。ね。振り返りしましょうかね。はい。振り返り。お疲れ様でした。お疲れ様でした。暑い。いっぱい釣れた。でも楽しかったね。ね。はい、投票に移りたいと思う。今回ポケベイトを使ってみたんですけど、はい、星5つ評価やったら星3つ。そんな心は。まあ魚は普通に釣れます。釣れるんですけど、うん、やっぱそのジグヘッドと合わせて使いたいじゃないですか。ああ。本来ね。まあ手軽にやるなら。手軽にやるならね。うん、けどまあジグヘッドとの相性が少し悪そうかなっていう印象を覚えたのと、どうしてもボロボロ崩れやすいんで、あの慣れるまでちょっと使いづらかった点があるんで、ちょっと星3つかな。でも普通に魚は釣れるんで、常温保存できてこれで釣れるなら全然ありだと思いやすい私は。はい。どうでしょう、もっちゃん。まあ、自分もほとんど石川さんと同じようなちょっと使用感だったんですけど、うん、意外とね手がね、そうなんだよね、マニキュア塗ったみたいに、食紅みたいになってます。まああれば、ね、落ちるんでしょうけど、うん、あと前 そのバージョンと比べバージョンなのかな、うん、比べたら、うん、小分けにしてあるじゃないですか、うんうん、ちょうど使い切れる感じですよ ね。ありがたいよね。ジップロックなのもありがたいよね。ですね。そういう意味も込めて、うん、ちょっと車にちょっと入れとけば、ね、っていうのは思いましたね。そうね、うん、結構辛口評価だと思うんで、我々って結構いろんな餌触ってきてるからね。それでも普通にスタメン入れるレベルだと思うので。そうですね、はい、全然ありだと思います。おすすめは脈釣りとか浮き釣りとか、うん、小さい針を使った小魚釣りがすごくいい餌だと思います。大きい針はちょっと苦手と、うん、苦手いう感じでも思ってもらえればいいかなと、はい、はい、また何か面白い餌とかこういうの使ってみてほしいっていうのがぜひコメントですねいただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。お願いします。暑くて暑い暑いと下回らなくなるんじゃん、ね、水分補給もこまめにやりながら、はい、楽しみましょう。また次回。